本日のランチはここ。本日は日曜日ということもあり、オープン前から並んでおります。注文は週末限定品、そして大盛り。こちらはメニュー。焼き餃子がない。唯一の残念ポイントです。濃いラーメンをいつも頼むつもりで行くのですが、つい限定に釣られてしまいます。今日はやりすぎた感が否めません。丼物も限定です。見るからに多めですよね。でも頼んだからには完食を目指します。残すのは失礼になりますからね。ごちそうさまでした。完食です。小山市にはラーメン屋が一杯。好みのラーメンを探してください。